この動画は T&M コーポレーションの提供でお届けします。こんにちは、エンジャーです。今回のテーマはマルチファンクション計測器 FDS1102 です。今回使用するのは防音性の FDS1102 という型式のもので、マルチファンクションという名前の通り、オシロスコープ、ファンクションジェネレーター、安定化電源、マルチメーターの4つの機能を持つ計測器になります。1台4役ということで、非常に多機能でかつ小スペース化することができるため、電子工作にも最適と言えるのですが、はじめに結論だけお伝えしておくと、個人で電子工作に取り組んでいる方よりも、小規模で開発している企業であったり学校などの教育機関向けの計測器といった印象でした。ということで、今回は FDS1102 でできることや便利な機能などを紹介しつつ、実践で役立つ測定のテクニックについても適宜解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。では参りましょう。まずは FDS1102 の概要を簡単に紹介します。 FDS1102 の主な特徴としては、1台4役の多機能であることと Android OS を搭載していることの2つが挙げられます。1つ目の多機能の部分については、電子回路の実験で必須ともいえる4つの機能を内蔵しているため、これ1台あれば大抵の実験に対応できます。それぞれの機能のスペックについては、オシロスコープは2チャンネルで、サンプリングレートが 1GBps と、エントリークラスのベンチトップタイプと遜色ない性能を持っています。ファンクションジェネレーターについては、こちらも2チャンネル搭載されており、サンプリングレートが 300MSPS、 最高周波数が 50MHz と、こちらも必要十分な性能と言えます。また安定化電源に関しても、チャンネル数が2チャンネルで、各チャンネル最大 15W まで供給可能となっています。なお、安定化電源の各チャンネルは独立して制御することも可能ですし、直列接続や並列接続にも対応しています。最後のマルチメーターについては、突筆すべきポイントはありませんが、電圧、抵抗、キャパシタンスなど実用的に十分な機能を持っています。ということで、まとめると、各機能ともエントリークラスの計測器と同等程度の性能を持ちつつ、それを1台にまとめたというのが FDS1102 の特徴といえます。また、 Android OS の搭載については、スマホやタブレットのようなタッチ操作に対応しているため、直感的な操作が可能であることに加えて、ネットワークへの接続や外部デバイスの追加などが容易なので、このあたりも電子回路の入門機として優れている点といえます。一方で、 FDS1102 のデメリットとまでは言いませんが、個人の方にとって最も高いハードルとなるのが価格で、販売価格が約30万円となっています。この価格設定については、おそらく企業や学校であれば少額資産の範囲で収まるギリギリのラインなので許容可能と思われますが、一個人が手を出すとなると、やはりハードルが高いと言わざるを得ません。もちろん FDS1102 の機能を持つ計測器を個別で1台ずつ揃えるとなると、最低でも10万円以上の金額がかかってしまうので、このあたりは価格と作業スペースのトレードオフになると考えるべきかと思います。ちなみに、同じような多機能計測器としては、アナログディスカバリーがあります。私のチャンネルでもアナログディスカバリーは何度か紹介していますが、 FDS1102 とアナログディスカバリーを比較すると、やはり FDS1102 の方がかなり高い性能を持っていることがわかります。ということで、このことからも FDS1102 は個人のホビーユース向けというよりは、実務での使用を想定した計測器であるということが理解できるかと思います。では次に、実際の使用感について見ていきましょう。まずはオシロスコープの機能です。 FDS1102 のオシロスコープは、操作感が一般的なベンチトップタイプと同じなので、オシロスコープの操作経験があれば迷うことなく使用できるかと思います。性能面については、サンプリングレートが 1GBps で、周波数帯域が 100MHz ということで、例えば 10MHz の区形波を測定しても、帯域不足で波形がなまることもなく、
急峻な波形として測定できます。また実務では矩形波を測定したときにオーバーシュートの影響を低減するためにあえて帯域制限をかけることもありますが、この時デジタルフィルターを使って特定の周波数以上をカットした状態で波形を表示することも可能です。これは特に波形の挙動が不安定だったりフィルター回路のスペックを見積もったりするのに非常に便利な機能です。なおデジタルフィルターを介すると遅延も生じてしまうため、タイミングがシビアな状況で使用する場合は注意してください。その他によく使用する機能として FFT があります。 FFT はファーストフーリエ変換の頭文字を取ったもので、オシロスコープで測定した時間領域の波形を周波数領域の波形に変換できます。ここでは AM 変調波の信号を周波数変換して表示しています。この FFT 機能を使用する上で覚えておくと役立つこととして、 FFT の周波数分解能が時間領域のポイント数とサンプリングレートによって決まることが挙げられます。ここではポイント数を最大の10メガポイントとして、サンプリングレートが 1GHz と 100MHz の波形を比較していますが、 100MHz の時の方が周波数分解能が高くなって、より細かく周波数解析できていることがわかります。このように測定条件をうまく設定することで、同じ計測器を使ってもより詳しく波形解析できるようになります。この他にも便利な機能はありますが、その一つにシリアル通信用のトリガー機能があります。このシリアル通信用のトリガーは、各通信フォーマットごとに適切なトリガー条件があらかじめ登録されています。ここでは I2C のシリアル通信に対してチャンネル1が SCL、チャンネル2が SDA を測定していますが、 50% の識位置ボタンをタップすることで簡単に波形を補足できます。ただ少し残念なのが FDS1102 にはデコード機能が搭載されていないことです。このデコード機能の有無によってデバッグの効率が大きく変わってくるので、このあたりは今後のアップデートなどでぜひとも機能追加をお願いしたいところです。ちなみに今回の動画撮影にあたって日本語用のファームウェアを準備してくれたりと、メーカー側も要望に対してはかなり柔軟に対応してくれる印象なので、使用している中で気になる点があれば販売店の T&M コーポレーションに積極的にフィードバックしてみることをお勧めします。では続いて FDS1102 の本領ともいえる複数の機能を組み合わせてみます。ここで実験対象とするのはオペアンプを使った作動増幅回路です。まずオペアンプの動作にあたってはプラスマイナス 15V の両電源が必要となりますが、ここでは2チャンネルの安定化電源を直列接続して、その中点をグランドとして使用することで両電源として機能させています。一応この両電源としての使用はメーカー推奨ではないようですが、実使用上は特に問題なく動作させることができました。そして作動増幅回路への入力信号はファンクションジェネレーターから振幅が 1V ピークトゥーピークで、位相が180度異なる 100Hz の制限波を入力しています。なお今回の作動アンプはゲインが1倍なので、単純にチャンネル1とチャンネル2の差分のみが出力端子から出力される構成となっています。そして信号を観測するオシロスコープはチャンネル1が入力信号、チャンネル2が出力信号を測定しています。実際に波形を測定してみると、黄色の入力信号に対して水色の出力信号が差分に相当する 2V ピークトゥーピークの制限波となっており、作動増幅回路が正しく動作していることが確認できます。このように複数の機能を使って1台だけで回路を同時に評価できるというのが FDS1102 の最も優れた点です。また複数の機能を組み合わせれば回路の周波数特性 FRA も測定できます。一般的なオシロスコープとファンクションジェネレーターで回路の周波数特性を評価する場合には、周波数を1ポイントずつ変更しながら手動で測定する必要がありますが、この FRA の機能を使用すれば測定条件を設定するだけで自動で周波数特性を測定できるため、特にアナログ回路の評価には非常に重宝します。
では最後に Android OS 搭載による便利な機能を2つ紹介します。まず1つ目は画面録画機能です。以前は計測器の画面を画像として保存するというのが一般的でしたが、最近は測定結果を動画で保存できるようになっています。加えて FDS1102 ではこの画面録画に Android OS 標準の画面録画アプリが使用できるため、その操作も非常に簡単です。また録画したファイルはギャラリーのアプリから確認できるため、計測器内でのデータ管理も以前より分かりやすくなっています。そして2つ目の便利な機能がリモートコントロール機能です。リモートコントロールにあたってはネットワークに接続する必要がありますが、オプションの無線モジュールを接続すればスマホなどと同じように自宅や職場のネットワークに簡単に接続できます。そしてネットワークへ接続できればウェブサービスというアプリを起動します。このアプリを起動するとパスワードが表示されるので、 PC のブラウザ画面に計測器の IP アドレスを入力し、続けてパスワードも入力すれば計測器へのリモート接続が完了します。 FDS1102 のリモートコントロールの面白い点は、ただ単に画面を制御するだけでなく、ハードウェアキーも仮想化されているため、実際の計測器を操作するようにリモートでコントロールすることができます。ノブの操作が若干難しいですが、このあたりは他社にはないオーオン独自の面白い機能だと思います。またリモートコントロールでは遅延がどの程度なのかも気になりますが、私の環境ではだいたい1秒から2秒程度操作遅延がありました。このあたりはネットワーク環境にもよりますが、遠隔から操作できるメリットを考えれば十分実用的と言えるかと思います。その他にも Python を実行可能な PyDroid 3というアプリも搭載されているので、プログラミングが得意な方は計測器内で完結する自動測定環境を構築してみるのも面白いかもしれません。ということで今回のまとめです。今回は1台4役の多機能計測器 FDS1102 の基本的な機能と測定で役立つテクニックについて解説しました。はじめにもお伝えした通り、企業や教育機関向けの計測器であるため個人で手に入れることは難しいですが、これ1台あれば大抵の電子回路の実験には対応できるため、特に実験スペースが限られている場合には非常に大きなメリットがある計測器と言えます。概要欄に今回のスポンサーの T&M コーポレーションへのリンクを掲載しているので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ということで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。